というわけでですね、あのディアブロ4のシーズン4が始まりました。開幕したんですけども、いやめちゃくちゃ面白いというか、なかなかぶっ壊れてるなというふうな調整をしてきていて、かなり驚いています。で、今回ね、僕ネクロで始めているんで、このネクロのレベリングだったり、まあおすすめのビルドっていうのを紹介していきたいなと思います。今ね、もう画面見てもらえたらわかると思うんですが、ミニオンわらわらいます。このね、ミニオンを使ったミニオンを主体にしたビルドをね、今回紹介していくんですが、まあまずはね、最終的にやるとどんな感じになるかっていうところを紹介するんですけど、こんな感じでもう基本的に歩いてるだけで敵が死んでいきます。はい、もう僕本当何もしてないというか、手を下してないんですけども、まあ本当にこう敵が出てくる死ぬっていうのを繰り返すような感じで、殲滅力半端ないんですよね。はい、なんでまあここに至るまでのね、まあ、道筋っていうのを今回紹介したいなというふうに思っております。はい、というわけでまずはスキルビルドの方、見ていきたいと思うんですけども、でまずは出血こんな感じで取っちゃってください。でその後はボーンスピアに、3ポイント振ることによって、おそらくここまでスキルたどり着くと思います。でここからもうスケルトンウォリアマスターを3ポイント取っちゃいます。はい、でこんな感じで、まあ、残り2ポイントっていう形になるんで、ここに1ポイント1ポイント振ることによってここにたどり着きますよと。でこっからさらにスケルトンメイジマスターを取っていきます。はい、であと2ポイント足りないんで、まあ、どこに振ろうかなと思ったんですけども、まあ正直序盤であればボーンスピアにさらにね2ポイント振っちゃって、もうこれ5で使っていっちゃっていいのかなというふうに考えてますね。はい、でまあここまでスキルを伸ばせたら、ここから試食層を取っていきましょう。これめちゃくちゃ強いスキルなんで、こんな感じで伸ばしていきましょう。はい、でここまでの戦い方っていうところの説明をするんですが、まあ至ってシンプルで、普通にこの出血でリソースを稼いで、ボーンスピアでダメージを出していくっていう形で本体は立ち回っていきます。さらに、まあ、序盤からね、ネクロに関してはこのスケルトンウォーリアないし、スケルトンメイジを召喚することができるので、この2体をしっかり召喚しながら、立ち回ることになります。まあ本当に基本的には、まあ、召喚したミニオンたちが、敵をなぎ倒してくれるはずなので、まあそこまで本体がめちゃくちゃ重要な立ち回りをする必要はないのかなというふうに思ってます。はい、でここまで伸ばせたら、試食層っていうスキルが使えるようになります。でこれ何に使うかっていうと、敵をスタンすることができるんですよね。ただまあ条件があって、敵の死体を使ってそこからスタンの草を生やすっていうスキルなんで、発動には敵の死体が必要っていうところだけは覚えておいてください。でこれがまあまあ強くて、クールダウンが10秒なんですよ。だからまあもっといっぱい使いたいなって思うタイミングがあると思うので、ここでまあ衰弱とかを取ってあげて、まあこんな感じで伸ばしてあげると、この衰弱を受けた敵が殴られると、たまにね、クールダウンが軽減されていくので、まあ本当に序盤は出血とボーンスピアと、あとはこの衰弱と試食層、これで立ち回っていくといいですね。でこっから歩み寄る死っていうのを、まあ、3ポイントちょっと取っちゃってほしいなと思います。これね、移動速度が12上がるんですけども、このゲーム本当に移動速度大事で、効率よくレベリングをしていきたいなと思うと、どうしてもねこの移動速度に関してはもう避けては通れないようなスタッツになってるんですよ。でネクロに関してはなんか自分の移動速度を強化するっていうようなスキルがないので、まあなるべくねこういうポイントを使って移動速度を稼いでいくっていうのがめちゃくちゃ大事になってます。はい、ってな感じでここまで奥義のところまで伸ばせたら、あとはこのね死者の軍勢に、はい、最後まで振ってしまいましょう。で基本的にこれがなんかこのバーストスキルみたいな感じになるので、強い敵が現れたりボス戦とかのタイミングでこれを切ってあげるようにしてください。まあ、具体的にどういう効果かっていうと、周りにまあ大ダメージを与えつつ自分の失ってしまったスケルトンっていうのを補充するんですよ。まあ、なので死んだ後とか自分のスケルトンだったりミニオンもね全部失ってしまってる状態から始まるので、使ってあげるとミニオンの数を戻すことができます。はい、でまあこっからなんですけども、まずはここに1ポイント振って、でこの一番奥まで来たらここに3ポイント振ってあげてください。一番重要なのがここかな。でそっから後ろに1個下がってここにもう1ポイント振ると、最後の重要パッシブまで行くことができるので、カランの布告これ取ってあげましょう。まあもうここまで行けただけでもう本当にミニオンがほぼほぼ全部処理してくれるみたいな状況になってくるんじゃないかなと思うんですよ。でこっからさらにレベリングしていくとまだまだポイントが余っていくので、こんな感じで取ってあげてください。ここのねスキルに関しては、ミニオンの硬さっていうところも補填してくれます。でその後にゴーレムマスターも3つ取ってあげましょう。
ここまでやると残り14ポイントなんで、あとはまあ好みで振ってあげればいいかなと思うんですけど、僕は最終的にはこんな感じで落ち着いたよっていうのをちょっとお見せしようと思います。はい、ブラッドミストを最後まで取ることにしました。使うスキルとしてはこんな感じで、左からスケルトン召喚、死食草、死者の軍勢、ゴーレム、衰弱、ブラッドミストっていうわけわからん構成で今運用しています。つまり基本スキルとコアスキルを全く使ってないんですよ。ってのもあって、ポイント全く振ってないです。で、まあこういう風な形にするのは基本的にはまあレベリング終わって、まあある程度エンドコンテンツに近づいてきた段階でこんな感じにシフトしてあげるのがいいのかなというふうに思います。ブラッドミストで緊急回避しながら、あとはミニオンに引き殺してもらうっていう感じのビルドになっていて、あともやってることに関してはほぼほぼ変わらないかな。で、なんで今回ここまでめちゃくちゃミニオンがね強くなったかっていうと、どうやらこのミニオンに自分の攻撃力だったり強さっていうところが乗っかるようになったようで、なんかもうシンプルにミニオンがめちゃくちゃ強くなってるんですよ。っていうのもあってミニオンがこれ強いよっていうのと、もう一個理由があって、今シーズン召喚ビルドの秘伝書が強いんですよ。この秘伝書っていうのが今シーズンの目玉要素ではあるんですけども、ちょっと後で説明します。で、先にパラゴンボードの説明しちゃおうかなと思うんですが、まあ超結構適当に雑に取ってしまってます。こんな感じで進めてますね。はい、で、まあ、パラゴンボードで最初にとりあえずこのグリフソケットに、ミニオンの防御力が上がるようなこの戦士のグリフソケットを入れています。で、そこから上に行ってこの人形使いのノードがある、ボードを採用しています。で、まあこれ結構理由があって、このだいたいパラゴンボードが手に入るぐらいになってくると、まあ結構ミニオンが死にがちなんですよ。かなりね、ミニオンの体力が弱くなってきてしまって、でまあ出しても出しても瞬殺されてしまうっていう状況が出てき始めたので、まあ、真っ先にこのミニオンの耐久力をね上げるっていうところに注力しました。なんで、まあ、こっちのノードをすごい優先した方がいいかなと思います。ここ結構ミニオンの硬さっていうところが集結してるんで、この辺取ってあげてください。で、結構このパラゴンボードの主要なノード軒並みね全部強いんで、まあ、できれば取っていきたいですね。この主要なポイントは基本的にこんな形で取っていって、あとはまあ好みで進めていけば何やっても大体強い良いかなと思います。で、今言っていた秘伝書の話をするんですけども、今回このシーズンの目玉要素として焼き戻しっていうシステムが採用されています。これ何かっていうと、これやばすぎて、要するにこうやって自分の武器に対して自分の好きなこのね秘伝書がいくつかあるんですが、この中から一つの効果をその対象のアイテムに付与するっていう感じのシステムなんですよ。で、これ自体今召喚の連熟っていうねこの秘伝書を使ってるんですけども、これね消耗品じゃないんですよ。もうずっと使っていけるものなんで、一回取ってしまえばもうあとは未来永劫使えます。で、この3個の種類の特性の中から1個が選ばれるんですけども、正直このね召喚ビルド何がついても強いんですよ。召喚スキルダメージがついても強いし、スケルトンメイジのダメージがついても強い、ゴーレムダメージがついても強いって感じで、何がついても全然 OK なんで、まあ、とにかくこれをつけてあげるっていうのが大事です。ちなみにこの秘伝書に関してはドロップで拾うことができるんで、まあちょっとここの巡り合わせだけは運なんですけど、これをまあ序盤からバシバシ酷使してあげてください。で、見てもらえたらわかると思います。数字がおかしいんですよ。スケルトンメイジのダメージ 62.5% から 85% 上げますよとか、ゴーレムダメージを82から105上げれますよとか、結構数字がバカげてるんですよね。ぶっ壊れてるんですよ。なんで、まあ、これをつけてあげることによって爆発的に強くなるし、今回これ武器に対して使ってるんですけども、あとは手にもつけれる、リング2つにもつけれる、アミュレットにもつけれるし、オフハンドにもつけれるんですよ。要するにですよ、これ全部ゴーレムダメージで合わせると、あ、 100% がついたとして、ゴーレムの火力が 600% 上がるみたいな、もうとんでもないことが起きます。まあ別にゴーレムじゃなくて何がついても全てに相乗効果があるんで問題ないんですが、まあ、これがねやっぱ今シーズン召喚ビルド全てにおいて無駄がなく噛み合ってるなと思ったのが、この、まあ、ミニオンビルドの強さかなと思ってます。はい、で、死者の書なんですけども、こんな感じでめちゃくちゃオーソドックスなスカウトでここを取っていますっていうのと、スケルトンメイジに関してはシャドウの3回攻撃するごとに追加のシャドウボルト、これ取ってますね。はい、で、ゴーレムなんですけども、まあ2択かなと思っていて、このボーンゴーレムの、ボーンスパイクを放つっていうやつと、もしくは
このアイアンゴーレムの2回攻撃ごとに衝撃波を出すってやつ、まあ、この2つのどっちかかなと思ってます。まあここら辺に関しては好みでいいかなと思ってます。てな感じでやってもらえれば大体マジで無双状態に行くのかなと思うんですが、弊害としてミニオンの火力はどん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 上がっていくんですけども、あの自分自身の火力っていうのがマジでどうしようもないんですよ。ミニオンの火力に対してもう自分で殴りに行くのがバカバカしくなるぐらいの火力しか出ないので、もう僕は完全に殴るのをやめてミニオンに任せるぞっていうビルドを今組んでます。だからあの基本スキルとコアスキルが入ってないっていう感じですね。はい、ここまでがまああのビルド紹介というか今期のこの召喚ビルドが強い理由になります。レベリングのコツとしてはいろいろあるんですけども、まあダンジョン周回したりいろんなこと、まあヘルタイト周回したりだとかしながらどんどんレベルを上げていってもらって問題ないんですけど、多分あのクリア済みの方は死者のささやきが、あると思うんですが、これをちゃんとあの溜まったら報告しに行くことで、経験値が何をやってももらえます。あとは今期からワールドティア1と2の方にヘルタイドが追加されて、そこも結構美味しく経験値周回できるのでおすすめです。で、結構忘れがちなのがこのメニューのねシーズンのとこから出せるこのシーズンの進捗ですよ。で、これねあのくすぶる灰っていうのが報酬としていくつか存在しているんで、これをちゃんと受け取ること、まあこの進捗自体はずっとプレイしてればどん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 上がっていくんでもらえる感じになってるんですけども、まあ、このくすぶる灰をもらったらちゃんとポイントを割り振ること、でどこに割り振るかっていうとこのシーズンの祝福っていうところを押すとね、ここにモンスターを倒した際に得られる経験値が増えるっていうのがあるので、ここにポイントを割り振ってあげてください。最大4ポイント振ることによって敵を倒すとねプラス 20% の経験値が入ります。はい、というわけでちょっと諸々駆け足で紹介していったんですが、めちゃくちゃ今回ネクロ強いんじゃないかなと思う反面、まあちょっと全体的に今回のディアブロ4めちゃくちゃまあ焼き戻しのシステムが強すぎて、多分どのキャラクターというかどのクラスでどのビルドを使ってもある程度ぶっ壊せるんじゃないかなと思います。そのぐらいかなりねいい意味でイカれている、シーズンとなっているんで、まあ、ぜひちょっといろんなキャラクター見たりだとか、あとはまあ僕は今回ネクロでやってるんですけども、ネクロ以外にもね、まあなんかこのクラスのこのビルド強いよとかそういう情報ありましたらぜひコメントの方よろしくお願いしますって感じで今回これで終わりたいと思います。参考になった方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いしますという感じで、最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ではまた。